新婦、友人として出席した披露宴にて、新婦には重い知的障害の妹がいて、いつもは遠方の施設にいる。姉妹の両親は他界しており、たった一人の家族である妹を新婦はとても可愛がっていた。私たちは会うのはその時が初めてだったが、話し方が幼いだけで、あとは普通の女の子だった。しかし、新郎の列席者たちは妹の言動に笑っていた。やがて宴も最後の時に妹から新婦にプレゼントが渡され、それはウェディングベアで、妹が長い時間をかけて一生懸命作ったものらしい。付き添いの施設の人が言っていた。新婦はベアを抱きしめ泣いているのを、妹がねえねえ、痛いの？誰かに叩かれたの？と頭とか撫でていた。その姿に私たちは涙が止まらない。が、新郎側は、お姑さんも大変だ。荷物が増えて。と悪口の言い放題。すると、新郎の父親が立ち上がり、妹に自分を指さして、パパだよ。わかるかな？パパだよ。こっちがママだよ。そう言って新郎母を指した。微笑んでうなずく新郎母。静まる新郎席。上手にできたな。偉いぞ。と頭を撫でられ、妹は嬉しそうにうなずいた。新郎は、そんな妹を抱きしめて、ねえねえをいじめる悪いのは、ニーニが怒ってやるからね。とはっきり言い切った。今日、あった出来事なんだけど、スレチとか言われそうだけど、ネタとか言われそうだけど、新郎両親にグッジョブ。